うん、パラソルパラソル大地になあれ。どうして変身しなかったのよ、日比野さん。あの会長、はあ、スマップの草薙くんよ。え、どこ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 。会長、日比野さん、いい加減にしてよね。せっかく野々原姫子から大地くんを守る会の結成会議を開いてるっていうのに、あなた草薙くんのファンクラブの会長にくら替えしたの。そんなわけないでしょ。私は大地くん一本よ。つよしくんも大好きだけど。どうかしらね、全然真剣じゃないのよね。そんなことないって。いけいけゴーゴージャンプってなもんよ。このフレーズ野々原さんのお箱なんですけど。冗談冗談よ。ちょっと人のこと真剣じゃないなんて言っておきながら、重要な会議に SM 小説なんて持ち込まないでよ。 SM 何赤くなってんのよ。 SF ですよ、サイエンスフィクション。知らないんですか。もちろん知ってるわよ。有名な小説じゃない、パラソルワールドって。パラソルワールドじゃなくてパラレルワールドですよ。え、パラレル。パラレルをパラソルと間違えるなんて傑作だね。本当、一時はどうなるかと思ったけど、日比野さんの大ボケに助けられちゃった。それで姫ちゃん、明日はどうするの。どうするって。やだな、明日は姫ちゃんの誕生日じゃないか。え、そうだった、ここんとこいろんなことがあってコロンと忘れてた。どうしよう、お父さんもお母さんも誕生日のこと全然言ってなかったし、もしかして忘れられてたりして。そんなことあるわけないよ。でも、姫子、明日は何人来るの。え、何のこと。誕生パーティーに呼ぶ人数に決まってるじゃない。何の真似。あ、わかった、新しいお芝居の稽古だ。うん、違うの、感動してるの。私の誕生日忘れられてると思ってた。忘れるわけないでしょ、あんたの母親何年やってると思ってるの。早いとこ人数を教えないとパーティーやってあげないぞ。ああ、お母さん待って。貴様は何年カメラマンやってるんだ。あ、はい、すいません。何が世紀の大スクープだ、こんなもの。こんなピンボケ写真じゃ女優の松田美和子だか猿だか見分けがつかんだろうが。ごもっともで。分かったならさっさと本当の特段ででも撮ってこい。はい。あ、バコどめ、いつか目にもの見せてやる。何か言ったか。 いえ何も考えてもいません。まいったな。はい、週刊オーカス。あ、君は日比野光。あら、よく名前まで覚えてるわね。ま、可愛いから忘れるわけないわよね。こないだの草薙剛の一件はなんだよ。こっちは編集長に大目玉食らったんだぞ。そんなに大声出さなくても聞こえるわよ。せっかくすごい特ダネ教えてあげようと思ったのに。どうせまた芸能人の誰それが私に気があるとか言うんじゃないの。ちょっと何よ、あんた私のことバカにしてんの。あ、すいませんすいません。篠山、何騒いでんだ。なんでもありません。で、何でしょうか、特ダネというのは。よく聞きなさいよ、魔法使いがいるのよ。あの、今日中にやんなきゃいけない仕事が溜まってるので、これで失礼。ちょっと信じてないわね。ねえ、あなた聞いてんの。ああ、聞いてます聞いてます。わかったわ、他の大手の出版社に当たってみるわ。え、ちょっと待って、話だけでも聞かせてくれ。しょうがないわね。いい、その魔法使いがこの間の草薙くんの一件にも絡んでるのよ。どういうことなんだ。あの時の草薙くんは魔法使いが変身した偽物だったのよ。よく順序立てて考えてみて。まずあのスマップだけど、
もし全員揃ってるなら一人ずつバラバラに出てくるはずないでしょ。あなた、ちゃんと聞いてたんでしょうね。ごめん、あんまりびっくりして。でも、もしそれが本当ならとてつもない大スクープだ。本当だって言ってるでしょ。とにかく、本当の呪文も分かったことだし、今から野々原さんの家に行くから、あなたも来なさいよ。ちょっと待って。何？今、君は言ったところで、きっと彼女も警戒してるはずだ。そのペンダントやリボンを付け替えたりしてるんじゃないのか。へえ、たまにはいいこと言うのね。それより、その魔女を罠にはめるってのはどうだい？罠？じゃあ明日ね。まなみ、いっちゃん、有坂くんはオッケーと、あとは大地でも呼んでやるか。人数多い方が楽しいし。あ、姫子、悪いけど買い物行ってきてくれない？急に編集の人が来ることになっちゃってさ。うん、いいよ。大地は直接誘おうっと。ん？無理だって言ったんだよ。よっ。悪いけど明日は一日中サッカーだ。商店街のおじさんチームから助っ人を頼まれてるんだ。パーティーは5時からだよ。こう見えても俺、風たちの数って呼ばれてるんだ。俺が出るからには優勝間違いなし。夕方からは祝賀パーティーってわけさ。こいつは。それに俺、昔からその手の堅苦しいパーティーには出ないことにしてるんだ。全然堅苦しくないよ。来るのは有坂くんに、まなみに、いっちゃんだもん。まあ、俺に祝ってもらいたい気持ちはわからないでもないけどさ。冗談じゃないのよ。誰が大地に祝ってほしいって言ったのよ。偶然近くを通りかかったら、一人ぼっちで寂しそうに鉄棒なんかしてるから、つい同情して誘ってあげただけよ。同情なんかで誘ってもらいたくないね。ふん。あっそう、無理に誘って悪かったわね。ふん。いいのか、あんなこと言って。遅刻だぞ。かなり怒ってたぜ。助っ人の方は俺一人で引き受けるから、行ってやるよ。バーカ、パーティーなんかよりサッカーの方が面白いに決まってんだろ。もきちゃわざわざ誘ってあげたのに。サッカーなんかいつでもできるじゃない。野原姫子の13回目の誕生日は1回しかないんだぞ。たく、おかえり野原さん。え、あんまり待たせないでよね。ひるなさん、パラレルパラレルだったかしら、あの呪文。それだけじゃないの。写真週刊誌のカメラマンと明日の午後4時に中央公園で会って、リボンの秘密を話すって言うのよ。それが本当ならもう僕姫ちゃんと話せなくなっちゃうよ。ポコタ、姫ちゃん、ポコタ、ポコタと喋れなくなるなんて、そんなこと絶対にさせない。どんなことをしても日比野さんとカメラマンを会わせないようにするのよ。でもどうやって。それは野々原さん、相当動揺してたわ。あとは彼女が餌に食いつくかどうかだな。ああ、ダメだ。徹夜したのにちっともいい考えが浮かばない。どうしよう。姫ちゃん、大地に相談しようよ。ダメ。どうしたのさ、パーティーにも呼んでないみたいだし。何かあったの？何もないわよ。姫子、ちょっといいか。はい。今日のパーティーのことだけど。何？いや、実は今日の撮影が1時間ばかり長引きそうなんだ。すまないけど、5時からのパーティー6時からに変更してくれないかな。それは構わないけど。あ、それよ、その手があったわ。よし、いけいけ、ゴーゴーチャンス。
絶対来るさ。あ、はい、週刊オーカス編集部。あの、日比野ひかると申しますが、カメラマンの篠山さんお願いします。餌に食いついてきた。僕が篠山です。あ、篠山さん、実は夕方休養ができたんで、会う時間を3時に変更してもらえません？ああ、いいよ。君のためなら何時になっても構わないさ。すいません、それじゃあ。本当にこれで大丈夫かな。一か八かよ。日比野さんに化けてカメラマンをごまかすしかないよ。そう、それしか方法がないんだもの。うまくいったら情報提供者として私の特集も組んでね。わかってるって。私は野々原さんが魔法使いでも友達だと思っています。日比野さん、なんて優しいんだ。ひかるちゃんは天使だ。そして私は国民的アイドルになるのね。この姿にあんまりなりたくないわね。いーだ、よし、頑張れ姫子。うん、あと1分か。本当に来るのかしら、私に変身した野々原さんが。おいおい、またガセネタじゃないだろうね。もちろんよ。うん、うわぁ、だあ、かっ一体どうしたって。あ、お待たせ。日比野さん、何やってんのよ。写真撮って、写真。だ早く。ダメよ。ちゃん、あ、エリカ。エリカが時間止めたの？いいの？人間界に来ちゃって。起きては？わからないわ。だけどもう限界。黙って見てるなんてできなかったの。エリカ、ごめんね、ごめんね。心配ばっかりかけちゃって、本当にごめんね。とにかく、早く元に戻って逃げて。どうしてペンダントが？まだ変身してから2、3分しか経ってないのに。ひょっとして、私が時間を止めたから、時間と空間のバランスが崩れて、ペンダントが狂ってしまったのかも。とにかく早く元に戻って、うん、急いで姫ちゃん。そうだ、いた。姫ちゃん、ドアが開かない。時間を止めてるか。
今元に戻すわ。早くしてエリカ。ラランパルルンパロンパッパラリルレルララ時間よ元に戻れ。キムちゃん早く。まだ開かないよエリカ。まさかそんなはず。ラランパルルンパロンパッパラリルレルララ時間よ元に戻れ。開かないってばエリカ。ラランパルルンパロンパッパラリルレルララなんとかしてエリカ。どうしよう姫子魔法が効かない。そんな罰として魔法律第1628条に基づきお前の魔法の力を封じた。そんな。さらにお前は本日より1ヶ月間人間として人間界で生活することを命ずる。チャッピーも罰として謹慎だ。これは魔法のリボンを作ったお前が一番よく知っているはずだ。今度のことは全部私が悪いの。お願いパパ、私はどんな罰でも受けるから姫子を元の姿に戻してあげて。それは私の力をもってしても不可能だ。そんな、お願いパパ、なんとか戻れる方法を見つけて。かわいそうだが一生その姿のままでいてもらうほかない。1ヶ月後に迎えに来る。パパ。時間が動いてる。何ですかあなたたち。え、もう失礼しちゃう。どうなってんだ。僕たち二人で幻でも見てたのか。さあエリカ、ここにいちゃまずいわ。人目につかないところへ行こう。さあ早く。ごめんね姫子、ごめんね、ごめんね。エリカ、私ね、考えてたの。もしあのままエリカが来なくて写真を撮られていたら、リボンの秘密が世界中の人に知られて大騒ぎになって、私やみんなの記憶は消されてたはずでしょ。そして、私は何にも知らずにポコタをただのぬいぐるみだと思って過ごしていくの。そんな風になるよりはずっとこの方が良かったと思うんだ。ひめこ、ひめこ、あ、忘れてた。え、6時から家で誕生パーティーがあるの。私が行かなきゃみんな心配するだろうな。それだけじゃない、これから何日もずっと帰ってこなかったらきっとすごい騒ぎになる。どうしよう。ああどうしよう。旅行に行ったことにしたってそんな何日もごまかしきれないし。ねえエリカ、ああエリカ、私が姫子になってパーティーに出るわ。せっかくの綺麗な髪が。いいの。よかった、少しでも役に立つことがあって。うん、ありがとうエリカ、よろしくお願いね。
任せて。パーティーが終わったら着替えとか食べ物持ってくるわね。強がってたけど、これからどうすればいいの？ポコタン、大地。私泣かない。エリカが大王様に頼んでくれればきっと元の姿に戻れるって信じてる。でも大地の様子が変。有坂君が魔法の国の王様から聞いてきた重大なことって何なの？次回、君には笑顔が似合ってる。いけ！